そうじゃない、それです。渡辺ミリアファースト写真集発売が決定しました。正直僕ないかなって思ってたんですけど、来ましたということで、いつもは朝起きられない僕ですけど、今日はさすがに起きましたね。まあ、いつもこうね、一回起きて、ちょっと起きて、こう、スマホ確認して、また寝ちゃうみたいな感じなんですけど、今日はスマホ見て、ミリアちゃんのね、写真集発売されるってことが分かった瞬間、ポーンって目が開いて、もう一人なのに、おはようって、おはようって言っちゃったもんな。まず発売日は8月31日の8月最後の日ということで、ミリアちゃんが乃木坂、46として活動する最後の日でもあるのかな、正式に決まってないっけ卒業日って。でも多分8月いっぱいまでですよね。撮影時なんですけど、ミリアちゃんが幼い頃を過ごした第二の故郷北海道の富良野というところと、あとは東京みたいですね。値段は2200円プラス税で、すでにね、ツイッターの公式アカウントできてて、インスタに関してはすでにある、ミリアちゃんの公式アカウントの、方で情報を配信するみたいです。で、ミリアちゃんの本人のコメントを紹介したいと思います。念願だった写真集発売をこうして皆さんにお知らせすることができて幸せです。こちらこそ幸せです。今までの私はこういった撮影で可愛いとかあざといを意識することがあまりなかったのですが、今回はそういった表情も出し切りました。ツンよりデレな私がたっぷり見てもらえると思います。もうだ、ミリアちゃんのデレ見たら死ぬぞ全員。乃木坂46のメンバー、ファンの皆さん、今まで支えてくださった全ての方に感謝の気持ちを込めて作り上げました。乃木坂46として駆け抜けてきた最後の思い出となるメモリアルな一冊、皆さんにも楽しんでもらえたら最高に幸せですということで、必ず買います。まあ本当にラストのね、集大成という感じで、乃木坂46渡辺ミリアのいろんなところが見れる、全てが詰まった写真集になってるんじゃないかなと思うので、この渡辺ミリアファースト写真集買うの必須なんじゃないかなと思います。あと最後に、先行カットのこのミリアちゃん、えぐない？透明感すごすぎていないかと思った。